はい、それでは赤と青のホコリカスを倒したところからスタートしていきます。さっきクリキングがどうって言ってたが、この先にいるのか？どうなんだろうね。あれ？ねえクリオ、今どんな気持ち？悔しい？ちくしょうめー。よし、進んでいきましょう。あ、クリオついてきたんだ。よしよし、これでキノコゲット。で、ホコリカスー。消えろー。なんかさっき看板から出てきたクリボーといい、こういうギミックが多いのかもしれないな。まあどんな策を練ろうが天才にはかなわないということです。おう、FP 回復ありがたい。クークークーリーボー、ホコリカスー。何やってんだよ。だってそう聞こえるんだもん。そう聞こえない？まあ聞こえなくはないが。おっと、これがクリキングの城か？キャッチー。なんとなく城っていうより砦って感じだな。まあいくらキングとついても所詮はクリボーだ。ちゃっちゃと倒していくんだぜ。あ、これ絶対お前らはもう用済みだ。的な感じでやられるやつだ。いや、開けてくれたぞ。クリキングいいやつだな。まあ見ててください。今に殴る音が聞こえるはずです。クリボーは撃てないだろ。頭突きです。お城ステージに突入するってことになりそうだな。でもこんな小さなお城ならすぐボスまで行けそう。ん？ちょっとマリサ、足踏みしないでよ。私はそんな重くねえ。なんか近づいてるんだぜ。あ、赤いホコリと青いホコリカス。からの完全に焦点が定まってないやつ登場。断言しましょう。こいつは強い。断言しよう。お前の目は節穴だ。ちょっと、勝手にフライパンネタ使わないで、それ私が考えたものだから。フライパン、フライドチキン、天ぷらフライ、さあ行くぞー。確かにでかいな。そして安定の毒舌クリオ。よしクリキング、どっちがフライパンネタ使いか決めようじゃないか。戦いの趣旨が変わってる。あ、やばい、回復してなかった。しかも3体、これはやばくないか？卑怯だぞー、1対1で勝負しろー。とクリオを後ろに引き連れているまんじゅうが言っております。お、だが後ろのクリボーたちは弱ってるみたいだぞ。おお、これは優しい設定。じゃあ早速このアイテム使っちゃいましょう。これで根絶やしにできるな。さあホコリカスは焼却します。もうええろー、熱くなれよー。よし、これで周りにいた敵は撃破だな。じゃあおなじみものシリ行きましょう。大丈夫か？クリキングだ。とにかくでかいクリボー、迫力、だけ、はたっぷりだね。クリレッドやクリブルーのボスだってマリオなら余裕だよね。どうしたらこんな大きくなるんだろう。私なんて下しか大きくないのに。あの野郎、とんでもないど下ネタぶっこんできやがったな。え、今下ネタ言ってたの？鈍感すぎるだろ。よーし、それじゃあこいつをボコボコにしていきますか。残り4、攻撃力は確か1だったし、全然余裕だな。さあクリオ、行けー。あれ、なんかバッテン印あるんだけど、何かな？栗の木？いやらしい。いやらしくない。え、これ攻撃すると何か起こる。おお、栗キング撃破。もっと早くやっておけばよかったー。だが栗キング倒したからレベルアップだぞ。さあどれぐらい上がるかな？あ、やっぱりこんな感じなんだ。確かこのゲームはバッチゲームとは聞いたが、まだバッチそんなに持ってないし、ここはハート上げておくか、すぐ体力なくなるしな。これがボスなのかな？かなりあっさりしてたけど。中ボスとかじゃないか？てかマリサ、なんかホコリカスたちが立てこもっちゃったんだけど、あ、そうだ、この城ごと焼き尽くしちゃおうよ。急に怖いこと言うな。さてと、とりあえず何かあると怖いのでセーブしてきます。はい、天才ただいま戻りました。じゃあ城に入るか。ん？何か喋ってるんだぜ。うん？こいつらはバカだ。え、何のこと？この赤まんじゅうはもっとバカだ。なんか注意してくれるらしいよ。いや、お前人の話聞けよ。はいはい、それではスイッチスイッチっと、がっつりクリキングが見てるんだぜ。大丈夫、あいつ頭いかれてるだろうから。よし、さあ爆発してぐちゃぐちゃになりなさい。クリキング、もう遅いんだぜ。あ、クリキングさんどうもどうも、ご安心ください。あのスイッチ危ないと思ってぺちゃんこにしておきました。嘘だろー、ドワー。本当にバカのおかげでスイッチ見つかって助かったんだぜ。おっと、これはまさか変身するのかな？ハムスターのカラカラに変身かな？いや、壊れていってんだろ。てか完全にハリボテじゃねえか。まあマリオストーリーは紙でできてる設定だからかもしれないが。あ、操作間違えました。すみません。何やってんだよ。はい、もう大丈夫です。ではクリキングくん、何か言い残すことはありませんか？前方軍に先あれ、ジークジオーン。おかしいだろ。これで先に進めるね。いやー、弱かった。
おそらくクリキングはチュートリアル的な敵じゃないか。次あたりから一気に強くなるかもしれないし、注意するんだぜ。この砦の中にアイテムとかは、なさそう。なんかこの砦臭いんだけど、そこは行ってやるな。この橋壊れない?大丈夫?石橋を叩いていきますよ。橋に乗った状態で叩いてたら意味ないだろ。マリさんくん、そこに気づかれましたか?誰でも気づくわ。ここは特に何もなかったのでカット。ん?何か発見。ハンマー。からのー、ジャンピーング。お華麗に透かしていく。本当にこれわかりにくい。そうだ、わかりにくいのが悪いんです。おお、HP が10回復。これはいいもの拾いました。例えるならテスト直前に消しゴムを忘れてしまった時、偶然床に小さい消しゴムの削れた部分が落ちてた時のような感覚です。随分細かいな、実体験か。マリさんくん、その通り。そしてマリサがほうきに乗っていっちゃった。私じゃねえ。あ、もちろんセーブします。クッパ様、こちらにおられましたか。ご報告いたしますじゃ、クリキングメガマリオに負けてしまいました。マリオは今キノコタウンに向かってるところですじゃ。何、クリキングは何をやっておったのだ。王様になりたいと言うから、スターの杖で奴の願いを叶えてやったのに、マリオに負けたとは、全く腹が立つ、とんだヘナチョコではないか。カメックババア、我が輩は絶対にマリオには負けないはずではなかったのか。落ち着きなされクッパ様、クリキングなどただの雑魚、負けることも計算済みですじゃ。スターの杖さえあれば、クッパ様は本当に、本当に、無敵なのですじゃ。本気になればマリオごとき、いつでも簡単に倒せますぞ。そうであったな、ガハハハハハところでカメックッソババアよ。閉じ込めてある星の程度もが、マリオに力を貸すようなことには絶対にならないであろうな。心配はご無用ですじゃ。奴らは一人ずつ別々に閉じ込めているのですじゃ。その一人一人をクッパ様の優秀な手下たちが見張っておりますからの。たとえマリオであっても星の星を7人助けることなどできるわけがありませんぞ。確かマリオから一番近い星の星は、ノコブロスの砦に閉じ込められてるのだな。もしマリオの奴がやってきたらノコブロスたちでも勝てるのか?心配無用です。ノコブロス、参上。